こんばんは、吉谷さん。ね、向こうから来る人を断る。集客に困ってる人がどうしたんでしょうね。さっきね、私のところにね、Facebook のダイレクトメッセージで来ましたよ。こんにちは、久保さんと。私はアメリカでビジネスをやっていますと。この度日本に帰ってきましたと。そしてアメリカから持ち帰った最新の旅行のビジネスがあるんですと。これは登録すると、登録料がかかるんだけども、通常とは違ったプランでアメリカに行くことができる、帰ってくることもできると、ほぼアメリカ全土に行くことができるんですごく得ですよというふうに誘ってくださったんですよね。いや、それすごいですねと。昔からその旅行系のネットワークビジネスってあるんですよね、まあ、ですんで、あら、それすごいじゃないですかということで返信を心よく感じよくさせていただきました。その後なんですよ、私がやったのは。私はアメリカに家を持ってます。まあ、ロサンゼルスに1軒だけなんですけども、たまに行ってますよと。でもこの半年は例の感染症騒動で行けてないんで、しばらく旅行はどうも行けそうにないですよね。で、私はプライベートジェットに乗っていくので、この6ヶ月は自分の飛行機にも乗れてないですっていうふうな話をしたんですよね。そうすると、まあ、すごいですねと。家がロサンゼルスにあるんですかと。プライベートジェットで行くんですかと。維持費はどうなってるんですかと。今すごくかかるんじゃないですかっていうふうに聞かれるんで、本当はね、これ内緒なんですけども、プライベートジェットのこの共同購入っていうのがありまして、で、月額110万円から120万、ちょっと円ドルの相場、為替の変動がありますけども、月額110万から120万の間で継続課金払うと、プライベートジェットが乗り放題っていう、そういうふうなサービスがあるんですよと。それに私は加入してるんで、もうすごく快適に空の旅を楽しませてもらってますと。まあ、乗り放題って言っても月に1回行くかどうかなんで、そんなにお得ではないんですけどね、あははって感じで返信させていただきました。で、そのプライベートジェットの乗り放題プランっていうのをね、ちょっと教えてあげたわけなんですけども、知りませんでしたということでね。私の速稼塾はこういった情報ばっかり扱ってますんで、まあ話半分雑談まがいに聞いてくだされば十分ですよっていうふうにして、そこで私はね、メッセージを終えたんですよ。で、そうするとね、2時間ほどしたんですけども、メッセージがまた来ました。久保さんの動画見させてもらいました。10本ぐらい見ましたと。すごいですね。速稼塾っていうのは今入れるんですかと。今6月30日ですけども、明日から値上げなんですか。これも何かの縁だと思うんで、もしかしたら入金間に合わないかもしれないけども、これからネットで手続きするんで、ぜひね、入会させてくださいっていうふうに来たんですよ。で、わかりましたと。いいですよと。スクリーンショットを送ってくださったら、すぐに手続きしますっていうふうに返信して、まあ、その方は速稼塾に入ってくださったということなんですけどね。さっき、入塾おめでとうの動画をお送りさせていただきました。まあ、という形でですね、向こうからいきなり来た人に対して、イラッとしたり、ムカッとしたりする人は、私は稼げない人だと思います。ブロックなんて持ってる方がですよね。向こうからお金持ってきてくれてるわけなんですよ。で、しかも、もしかしたらね、すごくいいビジネス持ってきてるかもしれないんですよ。ってことは、断る理由がないとしか私は思えないんですよ。プラス、ポロッと話した速稼塾が入ってくれるとかね。これがだから、自分が商品を持っていればね、こういうチャンスが使えるんですよ。でも、自分の商品が定まっていなければ、せっかく来た人を追い払うしかなくなっちゃうんですよね。まあ、ですんで私はいつも商品を持っているべきだと思いますし、セールスを受けていても、これは集客が成功したんだと思った方がいいんじゃないかなと思うわけなんですよね。皆さんどういうふうにお感じだったでしょうか。私はね、こういうふうな考え方でこれからもやっていくと思います。それでは。